あなたは、土曜日の1レースから12レースで走った馬。また、日曜日の午前のレース。日曜日の午後に馬券を出す方法。日曜日の午後に馬券で結構出す方法。これを馬たちが教えてくれている。そのことに気づいていますか どうも、えトかとちゃんと申します。えー、僕は競馬 YouTuber2 年やってます。えー、僕に自分の意見を人に発信し、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたりってっという事を通じて、人の現状を良くできる、そんな人はかっこいいなと思い、馬券術の発信活動2年やってます。競馬 YouTuber かとちゃんです。えー、さて今回はですね、土曜日のレースと日曜日の午前のレース、走った馬たちが、日曜日、午後、馬券で結果を出す方法を教えてくれている。 この事実というテーマでお話します。えー、最近ですね、ま、各動画説明欄のブログリンク貼ってあるんですが、えー、このブログの読者さんから、千葉のレースでちょっと損することが多いですと、そんなような、えー、悩みをもらったんで、それに回答する形で、えー、今回動画撮ってます。えー、今回の内容を理解していないとあなたは、周りに馬券を当てて、よしよしと、美味しい馬券に取れたと、えー、そんな風に、喜ぶおりさんや、ファンを見て、いいなぁ。 使ったとかマジうるせえわ。そんな風に思いながら自分が外れたことを、いいことに、ハーとため息をつくだけになってしまいます。えー、人の喜びを見てたらただ嫉妬するだけになってしまいます。家に帰って冷静化を見ても、やはり結果変わることはなく。あのレースさやってればな今日プラスアットになった。なんであのマネになかったんやろと。そんな風にただただ後悔するだけになります。今回の内容を理解していればあなたは、 周りが、いや、この馬はどんだけやっても当たんねえわと、こん、どんだけ予想しちゃってこれ取れねえわと、中でも、いや、取れるっしょと。おう考えてもこの馬しかここがあったよと。その風に心で思いながら、外し投げる人の言葉を聞き、あなたからかに、馬券の的中しただけを味わえる、払い戻しはいくらかなって、あのワクワク感を感じることができます。そうして払い戻し金を受け取り、レバーが終わった後は、ただ落として帰る人を横目に、 えー、今日夜どうしようかなと。おなんか美味しいもの送って帰ろうかなと、そのようにワクワク感にしてながら帰ることができます。また、好きな人や大切な人が、一回は行ってみたいよなと、そんな風に飲食店になって連れてってあげることが,あげることができます。そうなるために知っておくべきこととは何なのかというと、土曜と日曜日の、コンディションを見ることです。はい。土曜と日曜日の午前である、コンディションを見る。ある部分のコンディションを見るです。はい。 どういうステップを踏まえかというと、これ二つです。ステップ1。この日、まず土曜日ですね。その日の芝コースで、1着から3着に入った馬が、どの、直線でどこを取ってきたか。内なのか、中なのか、外なのか。はい、ステップ2。この日の、土曜日のですね、1着から3着に入った馬が、芝コースの、レースで1着から3着に入った馬が、どんな客室だったか。 逃げなのか、先行なのか、あるいは差し追い込みなのか、これを見てください。まあ、特に A コースから B コースに変わるタイミングは、これが注意が必要ですね。土曜日チェックが必要です。なので、今の3月23日、今2019年3月23日土曜日ですが、明日は中京競馬が3月24日で最終日になりますが、今週から B コースに変わってます。なので、土曜日で芝の傾向がどう変わったか、どのように土曜日のレースが、推移したか。これが大事なんですね。 今すぐ、えー、ちょうど A コースから B コースに変わった中京競馬、JRA のホームページでレース結果というところから映像を見て芝コースの傾向を見ておきましょう。えー、それでは今回は以上です。ありがとうございました。えー、愛されて1年と、いやもう愛されて2年ですね。愛されて2年と1ヶ月、えー、1200人が目から鱗と言ってくださった最新の罰金率の全貌は、えー、下記動画説明のブログリンクに流します。 えー、この動画で全てお話しないのはとても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。えー、ぜひ、動画を見てくださってる今があなたが今一番情報が入る、頭に入れよう、頭に入れようという視点なってるんで、今が一番、えー、バッケンの全貌も頭に入れやすです。なので、今すぐクリックしてください。えー、それではお待ちしてます。競馬、えー、YouTube アカトチャンでした。ありがとうございました。